皆さんにこんな悩みはありませんか？プレリュード1番は名曲だけれど難しそう。一度挑戦したけれど挫折してしまった。音の長さがわからない。左手の押さえがわからない。大体弾けるけれどもどう表現してよいかわからない。このレッスンコースは初めてプレリュード1番に挑戦する方はもちろん、今まで挑戦したけれどうまくいかなかった方等を対象に、左手の押さえ、右手の効果的な弾き方、音楽表現等を解説し、この作品を完全にマスターすることを目標としたレッスンコースです。このコースの対象者、クラシックギターかアコースティックギターを持っている方、ギターを始めて2年以上の方、ある程度制覇ができる方、このコースの対象ではない方、エレキギターで演奏したい方、ギターを始めて間もない方、優しい曲を弾きたい方、音楽理論を学びたい方、上記の方は他のコースをご受講ください。このコースで得られること、タブ譜で左手の押さえが分かります。弾きにくいところを楽に弾けるコツが分かります。ゆっくりと楽譜が流れるシートビュービデオで音の長さや押さえが分かります。自分から音楽表現が引き出せるようになります。分からないところを質問できます。このコース受講の必要条件、講師のアドバイスを実践できる方、ギター歴2年以上で制覇が抑えられる方、ある程度練習時間が取れる方。このコースの構成、セクション1、レッスンビデオの構成と効率的な学習方法、セクション2、模範演奏、セクション3、左手右手楽譜のビデオによる3分割画面スロービデオ、セクション4、演奏アドバイス、セクション5、ボーナスレクチャーという構成になっています。このコースでプレリュード1番を完璧にあなたのものにしましょう。それではレッスンでお会いしましょう。